皆さんこんにちは。お掃除で幸せな奇跡を起こす会員お掃除コンサルタント姫川律です。今日はお家と相思相愛になるにはというテーマでお話しいたします。えー、私はお掃除専門の家事代行サービスの仕事をしていたことがありまして、えー、その中でですね200件ぐらいのお宅拝見してると思うんですよ。でえーとその お仕事に行く前に必ずほうぽのぽののあのクリーニングですねごめんなさい許してくださいありがとう愛してますっていうあのクリーニングをしておくんですよねで私こうほおぽのぽの歴がもうすでに10年ぐらいになるのかなと思うんですけれどもかなりあの私的には非常にこう強力な 浄化の方法だと思ってておりまして、えーそうですね、一番最初はまあ子どもの、えー、登校しぶり朝も行きたくなくてギャーってやるところを、えー、まあずっとクリーニングをして、えー、3ヶ月ぐらいでなんか子どもがスーッと行くようになったというのを皮切りに、あのー、本当に子育てがすごい大変だったんですけれども子どもの人間関係だったりとかあとは そうですねえー、子供の皮膚病というか、まあ、アトピーですかねアトピーを1年半ぐらいかけてもうクリーニングして治したりとか、まあ、そんな感じでいろいろ、まあ、私の人生の中でとても、えーですかまあ、奇跡を起こしてくれるというか。あのー そういう不思議なことが、まあいい方向に進むことが多いので、えー、このほおぽのぽののクリーニングはもうずーっと、はい、やり続けております。で、えっ、ー、と、この私の提供している開運お掃除というのが、もうまさに、えー、お掃除、まあ断捨離とかですね、こう環境をきれいにしていく。 こととそれからこの「ほおぼのぼの」に代表される、まあ、潜在意識とかあと心の持ち方とかそういったところのこの両方をこう回していくことで、えー、人生をより良い方向に向けていくつまり開運していくというようなことをお伝えしております。で、えー、まあその 家事代行サービスをやっていた時にもずっとほポノポノをやっていてであの考え方としても、えーまあ、物にもこう意識があるっていうふうに考えるんですよね。なので、えー、お家にも、えー、必ず意識があって、えー、行く前に、まあ、こう接触しておいて。あのー 先にクリーニングをしておいて、えー、入るというのもありますしまた、あのー、その入ってからですねもうあの必要に応じてというか、まあ、私ここもちょっとクリーニングしとこうかなみたいないうところはしながら、えー、お掃除をしていたんです、まあ、めったにですねそのお客様宅から何か帰ってくるっていうことはそんなにないんですけれども一つすごい印象的なお家があったので、えー ちょっとそのお話をしたいと思います。で、えっと小建てのお宅でですね、60代の女性がお二人で住んでいるっていう感じのお宅でした。で、なんか特にこう姉妹というわけでもなさそうで、ちょっとまあ関係性はよくわからなかったんですけれども、えー、このお二方がですね、とってもこう丁寧な方で、えー、っとお家もね、すんごい綺麗なんですよ。 でえーとまあ多分お年のせいもあって、えー、窓が高くて掃除できないということで、えー、窓拭きのご依頼だったんですけれども、まあ、私が、ね、こう窓を拭いている間にもこう下でこう雑巾をお客様が洗ってるみたいな、まあ、そんな感じで,です、ね、別にお仕事でこうやってもらってるというよりはなんかできないから私ができないところを 代わりに来て,やってくださいみたいな感じの方々だったんですよね。でえー、っとそれで、まあ、おこう窓拭きとかをしていましたらなんかね家からねすごい感謝とかその家からのお客様に対する愛情とかがあのすごい感じたんですよ。 あ、この家は愛されてるし、家がその持ち主をめちゃくちゃ愛してるなって、その時すごい感じたんですよね。で、えー、っと、それを、あの、お掃除が終わった後に、またご丁寧にもお茶とか出していただいて、で、あの、お茶を飲んでる時にですね、それを話したんですよ。なんか家からものすごいなんか感謝とか愛情とかが感じられて、で、なんか、 あのすごく大切にされてるっていうことをその家がねお二人にすごく大切にされているっていうのがわかりましたって言ったんですよ。でそしたらあの二人がねこう顔を見合わせてね「あ」って顔しててね、まあ、私も何か事情があるのかちょっと全然わかんなかったんですけれどもまあそういうですね、えー、なんていうんですかね多分お二人も「あなんかわかったのね」みたいな。 感じだったと思うんですよねでまあああいうオタクはもうあそういうなんか家と持ち主のこう相思相愛ががっちりあるおうちはあの家は住人を必ず助けてくれるんですよ。はいなのであのー、何ですかね住んでる人は家に対する愛情そして、えー、家に 家もそれを感じてくれれば助けてくれるっていうそういう相思相愛のね関係を作っていくとすごくいいと思うんですよねはいそれで、えー、とそういう関係を作りたい方に向けてですね心がけることを4つお伝えしたいと思いますはい、えー、家と相思相愛の関係を作りたい方へ、えー、心がけることまず一つ目 ですねえー、毎日掃除すること、<laughs> はい、やっぱりねこう、掃除をするっていうことはね、お家に対するこうラブラブマッサージじゃないですけどね、水拭きがラブラブマッサージのように。えー 会場を伝えていいくこととができるかなと思いますねで。毎日違う場所でもいいですし、えっと、毎日同じ場所でもいいです。もう私がおすすめしてるのはこの玄関のたたきを毎日水拭きしてくださいねって言ってますけどそれがトイレであっても、まあ、キッチンであってもいいですし月曜日はここ火曜日はここっていう感じで回していってもいいかと思います。えー、それから、 家と相思相愛の関係を作りたい方へ心がけることその2ですね、えー、2つ目は不要品をでできるるだけ捨てることです、えー。家もね重いんですよいらないものがいっぱいあるのはいらないものがたくさんあるのは、ね、こう家の便秘みたいなものなんですよね詰まっちゃうんですですからできるだけ流してあげて 軽いお家にしてあげるとまあ家もですねほっとする楽なんですよですから不要品は捨ててあげてくださいそれから家と相思相愛の関係を作りたい方へ心がけること三つ目家に愛情をかけることお掃除をしている間でもいいですしあのまあ何でもいいですよあの朝起きてね ああこの家があってよかったなって思うそれでもいいです屋根があって壁があって守られて私は幸せだなって思うことでもいいです、えー、愛してるとかありがとうとかお家に声をかけるのもすごくいいと思います、えー、家にも意識があるって思って声をかけていただきたいと思います、えー 家と相思相愛の関係を作りたい方へ心がけること4つ目ですね家族仲良くすることどうでしょうかこれもね難しいと思うか別にそんなのいつも仲いいよって言ってるかまあご家族それぞれかと思いますけれどもあの住人の言葉がトゲトゲしていたり喧嘩が多かったりあのね まあ、自分の体家にしてみたら体の中でそういう住人たちがこういがみ合ってるわけですからそういうのもやっぱり家は苦しいんですよね。なので、まあ、お互いできるだけ優しい言葉で、えー、いたわりあったり、えーまあ、きれいな言葉遣いをしたり、えー、気を使い合ったりですね愛情を示し合ったりとかするそれも家にとって いいいことだとだ思います、ねまあ自分が家になったらお腹の中が汚かったりね中にあの住人たちが喧嘩してたりそれから住人たちは愛してもくれない感謝もしてくれないトゲトゲしてるって言ったらもう心も体ももう全然穏やかでいられないですよね。なので、えー 自分が優しい気持ちで愛情をかけて、えー、お家を大切にすることお家に優しくしていれば家と相思相愛になることをできますそして相思相愛になったら必ずお家は助けてくれるということですねお家と相思相愛になって恩恵をたっぷり受け取ってくださいねはい、えー、それでは今日の動画、えー、面白いと思った方は チャンネル登録、高評価、コメントの方もお待ちしております。それではまたお会いしましょう。さようなら。